ロー。おーい、アルファードさん、完全に黄色でアクセルゴーって聞こえましたけど、あのイエローアクセル、黄色信号無視、黄色信号無視で本当にね捕まることあるんで、ああいうね黄色で安全に止まれる人をぶち抜いていくようなイエロー突破、イエロー信号無視、黄色信号無視に問われますんでね、やめてくださいね。黄色で安全に止まる運転できるから免許を持ってると思うんでね、まあ急ぐんだったら5分早く出ればあんな危険な運転しないで済むしね。まあ本当にね、イエロー信号の意味をあんまりね深く理解せず軽視してる人多いなぁ。だいたいどうですかね、黄色で安全に止まる運転を心がけてますけど、やっぱりイエロー突破しちゃったり、右折で信号待ちしてたら赤でねもう 2,3 秒経ってからビューンって来たりとかね、あの右折車もこれ信号無視ですよ、今右折できないんですよ、今赤青になって右折できるんですけど、もう右折する気満々で中央まで出ちゃったっていうね、気をつけてほしいですね。信号を見ずして何を見てるんだろう、そういう気もしますし、まあこの交差点本当危ないんで気をつけてください。